開発領主は日本の省エン領制において電磁を開発して領地を確保したものを言う。根本領主とも言う。天平15年の根田永年資材法の施行以後、根田に基づく土地使有者は広く発生した。もともと開発は電磁を開き起こすという意味で未開の原野の開墾だけでなく後輩連の再開も含んだ。当初は 公廃電を再開させた開発者には、期限付きで工作権が認められるに過ぎなかったが、平安時代初期には、終身の権利に発展したため、富豪農民、軍事休土号は、積極的に開発を行い、国がも、干物の免除などの特典を与えて、常に、内外の開発者を募った。しかし公廃電を再開しても国画に、就航されてしまう場合が多く、平安時代中期には、 常理外の未開原屋を広く占めて改電する、量子的開発が主流となった。開発者は国外に申請して、開発を始める。まず開発拠点を設置して、開発費用を支出して労働力である内外の、浪人や百姓を誘致した。開発者の家人、下人、従者は労働の監督に当たった。開発労働力の確保と並んで、池溝園邸の建設、整備も行われた。 開発された電磁では、所要電爆とその農民に対する強力な新試験が、国画より公的に与えられた。国画領において開発電は、軍、豪、保、別名に編成され、軍事、豪氏・安氏・別名名主などの職に部任された、開発領主は、開発電の官能を中心とする書務、私的な雑役、夫役の徴収、剣断権といった、 根元領主権は保障された。省園内の開発でも事情は同じであり、開発領主はゲス、公文などに認知られた。開発領主は権利の所在を明記した文書を大事に保管し、子孫代々伝承していった。しかし、国司が交代すると認可を取り消される可能性も高く、教会などをめぐって、他の開発領主などと紛争が起こることもたびたびあった。 開発領主は国画よりも権威のある中央の有力貴族や有力自社へ開発電磁を寄進して国画の圧力を断ち切ることで支配権、管理権を確保していった。荘園寄進時に開発領主は寄進先の荘園領主から召喚に認じられることが多く見られた。一方で開発領主は在庁官人でもあり国画と結びつくのが有利な場合はそのまま国画領に留まった。 平安中期以降、中央政界からあぶれた、源氏や平氏など武士身分の下級貴族、いわゆる軍事貴族が多数、地方へ下校してきたが、開発領主はそれらの軍事貴族と主従関係を結ぶことにより、荘園をめぐる紛争解決に役立てようとした。そのため、武士となる開発領主も少なくなかった。鎌倉時代には、児童や御家人に認じられる開発領主も現れた。 ありがとうございます。